こんにちは、東京ワインガール香里です。最近ではいろんな有名人の方がワイン作りに取り組んでいます。例えば日本で言えば XJAPAN の YOSHIKI さんがアメリカ・カリフォルニアでワインを作っていたり、ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリー夫妻がプロヴァンスでワイナリーのオーナーをしていたりします。今日ご紹介したのはサッカー日本代表元監督のトルシエさん。皆さん知ってますよね。そのトルシエさんが作ってるワインがこちらです。ソルベニです。ジェームス・サクリングが92点をつけた超高品質のワインなんです。このキャップシールの青はサムライブルーですね。ちょっとラベルを読んでみましょう。一番上にフィリップ・トルシエと書いてありますね。そしてこれはサッカーのゴールだと思います。サッカーゴールに3-4-3と、サッカーのフォーメーションですね。守備真ん中前線で 3-4-3 で、人を配置していくやり方で、結構攻撃的なフォーメーションだそうです。そしてソルベニーというのがワインの名前でもあり、今ワイナリーの名前でもあります。これは、トルシエ監督のゆかりの地であるコートジボワール のサッカーコートの名前だそうです。そして私が今ここに持っているワインのヴィンテージは2015年ですね。サンテミリオングランクリューと書いてあります。さて、ワイン初心者の皆さんがここで悩んでしまうものがありますね。一番下に書いてあるサンテミリオングランクリュ、サンテミリオンってどこやねん、グランクリュってなんやねんと思った方もいらっしゃると思います。ちょっとだけ解説したいと思います。まずフランスの南西部にボルドー地方という超有名なワイン産地がありますね。ボルドー地方とブルゴーニュ地方、フランスの2大名城地です。このボルドー地方のワインは他のところのワインと区別をつけるために AOC ボルドーという、名称を名乗れるようになっています。その中でもサンテミリオン地区で定められた基準を満たしたものはこのサンテミリオングランクリューを名乗ることができます。その AOC サンテミリオングランクリューと名乗れるワインの中でも3つの階級に分かれます。上から順にサンテミリオンプルミエグランクリュークラッセ、それからサンテミリオングランクリュークラッセ、そしてサンテミリオンの3種類です。トルシエさんのこのソルベニというワインは AOC サンテミリオングランクリューのサンテミリオングランクリューって言ってもちょっとよくわかんないですよね。私的には、ディズニーで言うとダッフィー的な立ち位置だと思っています。ディズニーっていう意味ではみんなディズニーの仲間なんですよ。でもやっぱりそのすごくスターのキャラクターたちと、ちょっと脇役のキャラクターたちといますよね。でこのソルベニさんは、スターの方の人たちです。でもスターの中にもやっぱりそのミッキー、ミニー、プーさんみたいな超有名、ありとあらゆる種類のキャラクターグッズになっていて、どこのお店でも必ず見かけるようなキャラクターっていますよね。さらにミッキー、ミニー、プーさんほどではないけど、みんなが当然知ってるディズニープリンセスたちがいると思います。例えばシンデレラ、白雪姫、彼女たちのことは詳しく知らなくても、ディズニー知ってる人ならなんとなくわかると思います。さらにスターの中でももう1種類、ダッフィーだったりシェリーメイといった新しいキャラクターたちですね。別に、新しいからこのクラスということではないんです。ただ、ミッキー、ミニー、プーさんほどまだそのキャラクターグッズもたくさんないし、いろんなところに置かれてるってわけじゃない。でもディズニーを知ってる人なら当然知ってるキャラクターだし、一部の熱狂的なファンがついています。そんなダッフィーちゃん的立ち位置のサンテミリオングランクリューです。さてサンテミリオンってどんなところにあるのでしょうか。こちらがフランスの地図です。ボルドーの町はここにあります。大きく2つの川とそれが合体して1つの川になっています。順にガロンヌ川、ドルドーニュ川、ジロンド川があります。この周辺にメドック、グラーブ、ソーテルヌなどの有名産地がひしめいています。その1つがこのサンテミリオンです。より詳しく見るとこんな感じです。ソルベニがどこにあるかというとここですね。ちなみにさっき話したサンテミリオンプルミエクルクラッセの特級の4シャトーはこの辺りにあります。このソルベニはシャトーオーゾンヌやシャトーパビからおよそ 2-3 キロのところにあります。ここの畑をトルシエさんは2014年に 1.1 ヘクタール購入したそうです。ボルドーで作られているワインは大きく分けてカベルネソービニオン主体とメルロ主体のものがあります。ソルベニはメルロ主体です。ソルベニの醸造所の近くは砂質土壌、粘土質の区画にメルロ、砂質のところにカベルネフランを植えているそうです。ボルドーはサステナブル農法に力を入れている産地の一つです。やはりワイン界を牽引している地域ということもあって、持続可能な方法でワインを作るということを引っ張っていくという責任があると考えているようです。ランチューのウェブサイトなどでも特集が組まれているのでぜひ見てみてください。ソルベニではブドウは手収穫、畑から採れたブドウは除光され、人の手によって丁寧に2度選果されます。グラビティフローという方法で優しく運ばれます。小さなステンレスタンクや卵型のコンクリートタンクでスキンコンタクトさせ、
30日程度発酵させるそうです。その後樽やタンクでモロラクティック発酵させます。このように畑作りからワイン醸造まで非常に手間暇かけて作られているワインなんですね。いかがだったでしょうか。あのトルシエ元監督が作ったワイン、しかもサンテミリオンフルメイグランクリュクラッセの特級クラスのワイナリーの近くで作られている非常に高品質なワインです。個人的にはサッカーが好きな旦那さんや彼への贈り物にもおすすめだと思います。テイスティングは次の動画でやるのでぜひ見てください。サイトの URL をコメント欄に貼っておくので、ぜひそちらも見てみてください。